こんにちは、ぐんじです。はい、本日は夫が選んだグレイルのモテ服第2弾でございます。実は第1弾を4月にやってたんですけど、じゃあこちらの動画で紹介してるんですけど、覚えてますか？覚えてないです。覚えてない第1弾はなんか私がこれはモテるんじゃないかみたいなお洋服を着て、でそれをね、あの夫に評価してもらったんですけど、今回は旦那が実際グレイルのホームページを見てこれはモテるっていうお洋服をね、あの選んでコーディネートまでしていただきました。ありがとうございます。じゃん、実際こちらが選んでもらったお洋服の箱になります。3箱ぐらいに分かれて届いたんですけど、結構選んだのかな。いろいろ時間かけて選んだよね。気持ちいいな。あ、もうちゃんめ。何コーデか組んでくれたみたいなので、ちょっと開封していこうと思います。楽しみですね。はい。というわけで、あの早速紹介していこうと思います。それではスタート。ほんまに似てるか、私の動画。うん。じゃん、1着目のコーディネートはこちらでございます。これ選んだの覚えてる？覚えてます。はい、ちょっと肩出しのベージュっぽい感じの色のワンピースを選んでくれました。なのでちょっと私がこういう感じかなと思ってブーツと黒いバッグを合わせてコーディネートしてみました。後ろはこんな感じです。どう？これ似合う？想像通り。いや、思ったより似合うね。あ、ほんまに？うん。このコーディネートはどこ行く用で選びましたか？例えばクリスマスとかさ、あの、まあ、そうでない時とかで何でもいいんだけど、東京とかさ、都心をデートする時にね。一言で言って、何々デート？渋谷デート？違う、なんだろう、どこだ。六本木デート。六本木デート。じゃあ六本木デートで選んでくれたこの服は夜景とか見に行ったりとか、そういうってこと？そうだね。ちょっと大人っぽいデートシーンで着るようなお洋服として選んでくれたのかなと思います。そう、それで合ってる。私が説明してんだけど、リカちゃんさ、割とその大人しめの服が多いと思うんだよ。結構スタイルいいんだから、スタイルの良さが生かされるような服っていうのを着てみてほしいなと思って。肩幅広いからオフショル系のお洋服って避けてたけど、意外と肩幅広い人でも着ると華奢に見えるのかなって発見しました。こちらのワンピースが前後ツーウェイカーディガンマーメイドワンピースニットセットだそうです。お値段が1999円で、カラーはオフベージュの、サイズは M サイズを選びました。なんかオフベージュってさ、ホームページで見たらもっと白っぽいイメージだったけど、実物はオフっていうかベージュの色って感じじゃない？そうだね。私的にはもうちょっと白っぽい方がいいかなと思います。基本的にはそんな、もっと分厚い素材なのかなと思ったけど、そこまで分厚いわけでもなく、重さはその分軽減されてるのかな。まあ、結構軽いかもしれない、着てると楽だから。なんかさっき言った六本木デートにももちろんいいし、お家で過ごす用のデートにもいいのかなと思います。お家で過ごす用の、え、よくない？そういう風に思ってないか。こんな感じで全身ニットだからさ、結構ゆったり過ごせるかなって思う。こういう感じでさ、腰から下は辛くない？あ、全然辛くないよ。なんかこの辺とかでも若干マーメイドワンピースだから、この辺とかタイトめで、お腹とか食べ物を食べてお腹が出てきちゃうと、しっかりこうシルエット出ちゃうような感じではあるかなと思います。私的には六本木で着てもいいけど、お家で着るのもありかなっていう感じで。お家で着てくださいじゃあお次、ちょっと待って、気づかなかったんですけど、これカーディガン脱いだら結構攻めるよね。そうだね、攻めって感じ。これはこれでいいかもしれん。なんかすっごいモテそうなニットワンピって感じだな。なんか羽織るものがあったら、さっきさ、だからカーディガンさ、これを上から羽織ってたわけよ。こう羽織ってたんだけど、これだと結構お家でも着れそうだなって感じだったけど、脱いだ瞬間にさ、すっごいセクシーな六本木って感じのなんか雰囲気になりました。どうなんでしょう。結構なんかこれだけで着るとさ、ほんと大人っぽいくて、おしゃれなレストランでも行けるのかなと思います。はい、じゃあお次、じゃん、お次はこちらのワンピースでございます。おー、印象変わったね。印象変わるね。ちょっとね、なんかやっぱタイツ履いた方がいいなって思いました。年齢的にミニスカートを履いちゃダメとかじゃないけど、タイツ履いた方が絶対可愛いと思う。どうですか、チモが選んだこれは想像通りですか？タイツ履いた方がいいな。タイツ履いた方がいいよね。実はこのロングブーツも去年購入したグレイルのロングブーツなんですけど、これね、チモがこのワンピースにロングブーツ合わせて
たら可愛いんじゃないっていう感じでコーディネートしてくれて、うん、そうだね、うん、どうですか今この部屋の中で着てるからさ違和感あるけど街にで歩いてたらいるよ。いるか、うん、なるほど。確かにね、今年こういう系結構流行ってるし、なんかこのワンピースホームページで見たら安っぽそうかな、もしかしたら心配するかなってちょっと思ったんだけど、意外とあの高級感ある生地感でいい感じです。形とかもすごくいいしさ、ね、いいよね。革のところは革っぽい、うん、このね、上はニットなんだけど、スカートがここちょっとひだがね変わってて、革の部分とニットの部分ができてて、だから結構こうふわっと広がるようなデザインになってます、ね、可愛くない？結構どう？可愛いと思います。言わしてる感すごい。このワンピースがレースレザーフレアミニワンピース、お値段が2999円で、サイズは M サイズのカラーはブラックを選びました。ブラックの他にベージュもあります。きっちり体には沿うのに結構分厚めで安っぽく見えなくていいです。このレースの部分もさ、正直ちょっとどうなんかなって思ってたんよ。意外とほんとしっかりしてるので着てて恥ずかしくない感じかなと思います。ちなみにこちらのコーディネートはどういう時に着ますか？六本木デートで。六本木さっきが夜、さっきが夜、さっきが夜、うん、これは昼？昼、昼、昼の六本木デート。昼の六本木デート。六本木しか行かない。このワンピースってモテる？はっきり言ってさ、セクシーじゃない、体のさ、ラインが出て。だからそういう服着てもらえると嬉しい。あ、なるほど、うん、体のラインがゆるっとっていう感じよりははっきりした方がちょっとモテポイントになるっていうことか、うん、じゃあお次、じゃん。はい、お次はこちらのコーディネートでございます。これはね、本当にジムが好きなタイプのお洋服だなって思います。これはどこ行くコーディネートですか？もう六本木含めそこら辺。また六本木あって待って、ね、どこでも行けるよ、これは。どこでも行ける。何するコーデ？もうちょっとさ、さっきの2着よりはいつも通りのお出かけ。いつも通りのお出かけとはお買い物したりするじゃないか。お買い物コーディネート。お買い物コーディネート。はい、お買い物コーディネートです。買い物行ったりとかカフェ行ったりとか、結構ラフなデートで使える系のお洋服かなと思います。なんかさ、赤のニットにチェックのスカートは絶対に可愛いっていう風に、うん、なんか選んでる時に言ってくれて、うん、普段こういうの着ないよね。着ないね。着ないけど着てみたらすごいいい感じだなって思います。ニットにタイトスカートで、結構形はコンサバっぽいんだけど、このタイトスカートがさ、この前にスリットが入ってるタイプなんですよ。だからこれが結構モテポイントなんじゃないかなと思うんですが、どうでしょう？いや、そうだと思う。本当に？適当に言ってない。え、じゃあこの服のモテポイントはどこなの？色がね、うん、さっきはさ一色だったじゃない。でもさ、赤とかさ、うん、情熱的な色にさ抑えられた青、目をね色だけでね、うん、こう引くよなと。そういうさ、まず色使いが俺は一色よりはいいなって、いろいろ選んでる中で見てて思った。え、ちょっと待って、ちょっと待って、すごいことに気づいてんけどさ、私結構お洋服ってシルエットがそのいいとか形がいいとか、結構色にあんま重点置いてなくて、男の子からしたら色とかが結構重要ってこと。俺は色大事だなって。袖口が長さどうとか、なんかスカートの丈がどうとか、なんか体に沿ってるかとか、なんかそういう自分の体に合うかどうかとか、結構細かいことをいつも気にしてたけど、確かになんかデートとかって浮かれててさ、みんななんかあんまり相手を見れないけれど、色ならすぐ認識できるっていうことか。そこまで難しい話でもなく、この人にさ合う色とか合わない色とかあるじゃない。デート行ってる時にも思ったけど、赤い色のニットとかね似合うなって思ってたから、まずその赤。なるほど、似合う色をあって着てると結構惹かれるってことか、うん、分かりました。こちらの赤いタートルネックがカシミアタッチタートルネックニットトップス、お値段が1199円で、サイズが M サイズのカラーはレッドを選びました。これね、カシミアタッチやね。ちょっと触ってみて、すごいすごい柔らかい。おー、柔らかくない？なんか柔らかいね。ねえ、なんか柔らかい。これは結構デート向きだよね。うん、触ってたい感じがある。触ってたいね。ねえ。おい。これがね、結構色がたくさんあって、ブラック、レッド、ブルー、イエロー、ピンク、ブラウン、グリーン、ネイビー、パープル、グレー、ボルド、アイボリー、ラベンダー、ベージュ、キャメル、チャコール、オフホワイト、オフベージュ、モカ、グレージュ、ライトピンク、ダークピンクあります。こんなにあるの？
すごいあるんよ。赤はなんか色合いがすっごい真っ赤っていうわけでもなくて、黒っぽい感じの赤だから落ち着いてて、大人の女の人でも着やすいのかなって思いました。こちらのスカートがチェック柄スリットニットタイトスカート、お値段が1999円で、サイズが L サイズの、カラーはネイビーを選びました。ネイビーの他にブラックがあるんですけど、今回ネイビーを選んだ理由は色がいいから。赤に対してさ、ネイビーって合うなって思った。それやっぱ人によって好みあるのかなと。あるんじゃない。サイズ感的には L サイズの方が自分に合うかなと思ったんですけど、結構ゆったりめに作られてるのかなって雰囲気はあります。じゃあお次です。じゃん、お次はこちらのコーディネートです。これ1着目のさ、白いニットワンピースと若干この肩出し部分は似てるけど、着心地とシルエットがやっぱ全然違うかなって思う。これはどこ行く用の。これ六本木的な六本木もいいわ。じゃあ表参道似たような感じじゃない大人の街をさ時間帯は午後、はい、広。なんかデートの種類がね、あんまないんだよね表参道が六本木しかないじゃん。例えばドライブ行くとかさ、バーベキュー行くとかさ、バーに行くとかさ、美術館とかもあってさ、感想をさ、知りながらさ、美術館デートということです、はい、こちらのワンピースがショルダーオープンクロスデザインプリーツニットワンピース、お値段が1999円で、サイズは M サイズのカラーブラックを選びました。こちらがね、ラベンダーとベージュの色があります。デート向きだし、肌見せ感がわざとらしくなくてすごいいい感じだなって思います。ですごいね、なんかニットが柔らかくてさ、今までのニットに比べて触り心地が本当カシミヤのニットと似たような触り心地。ああ、ね、いいよね。意外と薄いので、本気とか表参道の高級なレストランとかバーってきっとね、暖房ガンガン効いてるよ絶対暑いと思うんですよ、冬でも。なのでなんかそういう場所で結構分厚めなニットとか着ちゃうと暑くて、ただでさえデートで緊張してるのに余計に汗かくことになるから、これぐらい薄手のニットとかの方がいいかなと思います。しかもこれほんとシルエットが良くてさ、編み方がまたちょっと変わっててキュッてなるようになってるデザイン。でこの二の腕もなんか綺麗に見せてくれるね、細く見えるよねこれね。デート向きのワンピースかなと思います。じゃあお次、じゃん、お次のコーディネートはこちらです。どうですか。かわいいね。結構予想通り。予想通りだね。なんかホームページで見た時と同じようなイメージ。こちらのコーディネートはどういったコーデでしょうか。ドライブしながらさ、アドレット行ったりさ、本屋さん行ったりさ、図書館行ったり。ドライブしながら図書館に行くコーディネート確かにドライブ向きかも。結構お腹周りとかもゆったりしてるからさ、なんか飲み物とか飲みすぎちゃうとさ、お腹締め付けられてるとすっごいすぐトイレ行きたくなっちゃうけど、ゆったりめの洋服着てると、ね、どんだけコーヒー飲んでもトイレ我慢できる女子側の、はい、でしたこれね、ゆったりしたらさ、若干そのシルエットがない分老けて見えちゃうというかキュッてした方が若々しく見える。ちょっとビフォーアフターしてみて。キュッてしないと初対人見ちゃう感じがあるかもしれん。ほら、これがビフォーです。ビフォー悪くないけどね。こちらがアフターでございます、うん、こっちの方がいい。はい、なんか私もこっちの方がデート向きかも。これつけなかったらお家でもゆったり着れるお洋服になるのかなと思うんですけど、これつけることで一気にデート感増すかなと思います。これあとさ、後ろがね、ここがね、そう編み編みになってるの。なんかこの辺ちょっと肌見せできるから、うん、なんかその辺がさ、全体的に襟元までしっかり詰まってて肌見せしない感じのワンピースだけど、さらっとさりげなく後ろが見えるっていう。あー、いいですねこれ選ぶとき気づかなかった。気づかなかったの。あ、そうなんだ。やられてしまいそうですね、月ちゃん。撮ってんのかい撮ってんこちらがベルト付きチェック柄バックレースアップシャツワンピース、お値段が2899円で、サイズはフリーサイズのカラーはネイビーを選びました。これがね、今ちょっと売り切れちゃってるんだ。私チェック柄ってあんまり購入しないんですけど、チェックがこう大柄だから激しくアピールされなくて初心者でも着やすいのかなと思います。色合いもね、なんか深いブルーですごい可愛いです。じゃあお次、じゃん、最後のコーディネートでございます。こちらどこ行くようですか。横浜、うん、いつも通りのデートです。そう上下ニットだからすごい楽、映画館とかいいのかなと思った。
横浜のお買い物して映画館行く。映画館デートです。思ったよりいいね。ニットのニットだからシルエットがボケちゃうかなと思ったんだけど、大きめのトートバッグ合わせるとさ、ちょっと大人っぽく全体のバランスがいいかなと思ってこういうコーディネートしてみました。こういう感じが好き。やっぱいいじゃん、こういうのでいいんだって個性がない感じになっちゃうかなと思って大きめのトートバッグ選んだんですけど、男性的な意見ではもう分かりやすく可愛らしいコーディネートが好き。めっちゃいいじゃん。ほらね、個性、いやめっちゃ個性あるじゃん。いやいや、でもね、気に入ってるよ、このコーディネート。上、下はちょっとバッグの感覚違うかなと思う。かわいいよ。はい、後ろはこんな感じで、はい、シックいいですね。わーって広がってさ、風になびく感じがすごいかわいいと思った。ちょっと横にピラピラがついてる。あ、そう、ここにね、スリットが布がさ、ほらちょっと横に長くない？こんな感じで、うん、これシルエットこだわりのある近くです。動きがリカちゃんに会った時にさ、うん、一緒に動いて女の子らしくて、うん、揺れる動きになんか結構弱いって聞くよね、うん、あとね、手もね、これ結構フレアな感じ。手も揺れるんだよ、うん、こうやってそっか、こうよ。どう、これ結構男子は揺れに弱いって聞いたけど、どう、色気のかけらもいいな何の動きだ。なんかモテるかなと思って。今のはモテない。今のはモテない。今のは、はい、動きには注意しましょう。上赤でもいいかもね。黒もいいけどさ、さっきの赤に茶色とかも可愛い。やっぱ色合いがね、重要視されるんだよこちらの黒いニットがハイネックベルスリーブリブニットトップス、お値段が1399円で、サイズは S サイズのカラーブラックを選びました。これね、すごい気に入ってて、私も実はアイボリーも持ってます。ブラックも本当欲しかったから嬉しいよ、選んでくれてさ。今日着てきたニット全部どれもチクチクしないんですけど、これはね、やっぱ柔らかくて着心地もいいです。柔らかいのに結構ね、シルエットがさ、ぴったりくるからさ、二の腕とかも結構細見えするニットかなと思います。このフレアスリーブってさ、結構この辺がキュッてなるから細見えするね、かわいい。こちらの茶色いスカートがマーメイドニットスカート、お値段が1499円で、サイズは L サイズのカラーはブラウンを選びました。その他にブラックとベージュがあります。 M サイズだとちょっとちっちゃいかなと、なんとなくお尻がね入るか不安だったので L サイズにしたんですけど、まあ私は L サイズで良かったかなと思います。まあ、ちょっとウエスト若干緩いけどお尻で止まるかなって感じ。中に生地もちゃんとついてるので、下着の形がなるべく見えないように工夫はされてるスカートかなと思います。若干なんかやっぱこの辺のシルエットは出ちゃうので、シームレスのね下着とかの方がいいかなと思います。こちらで以上でございます。ありがとうございました。思ったよりたくさんコーディネート組んでくれてたから、うん、結構ね面白かったです。そうだね、はい、コンセプトとかあんま考えてなかったんだよね。もしかして可愛いなって思うコーディネートを選んでくれただけで、うん、別にその服だったらどこでも一緒に行くよっていうような。そうそうそう、ね、今までのコーディネートの中でどれが一番お気に入りですか？やっぱ赤と、うん、青っぽいスカートのやつ。あー、やっぱ色がね大事なんだ。じゃあ今まで結構肩出したりさ、ちょっとセクシーなお洋服もあったけど、うん、それよりもその人に似合う色のお洋服を着てってほしいってことか。そうだね。でかつ、うん、しつこくさ、ボディーラインが出るやつばっかり今回選んだ、うん、そういうやつも頼んできてほしいなと。あ、なるほど。じゃあ別に最初ら辺のさ、ベージュのワンピースで肩出てるのとか、黒いワンピースで肩出てるのとか、そこまでセクシーじゃなくてもいいってことか。そう、意外だわ。なんかモテ服ってさ結構セクシーなイメージがいいのかなって思ったけど、そうじゃない、発見をしました。ありがとうございます。特別なところ行くときはそういう格好しててもさ、うん、おしゃれでいいかもしれないけどね、うん、なるほど、勉強になりました。今回の動画ね、もし参考にしていただけるなら、グッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。Bye-bye. Live your life within the moment, moment, and don't go wait until the morning.